なんか玉が乗ってるみたいになってるけど。皆さんこんにちは、アイジです。今日はですね、セールでアウターを購入してきたのでご紹介したいと思います。はい、それではスタート。前にですね、私のアウター全紹介の動画をアップしてるんですけれども、貼っておきます。で、それで私も改めて自分のアウターを見ていて、ちょっとね、形とか、あと最近やっぱり年齢層に合わせてね、やっぱりもうこの年だから、スカートの丈が長くなってきたんですよね。流行りも長いスカートなんですけれども、もうね、この年になってくるとそういう次元じゃないんですよね。もう自分に合ったコーデをするっていうのが、やっぱり大事だと思って、最近はこの年齢も相まってスカートの丈が長くなってきたので、私が今持っているコートだとやっぱりちょっと丈が短いんですよね。で、長めのアウターを探してました。はい、で早く出せてすいません、説明が長くて。ちょっとね、私のこだわりを説明させていただくと、欲しいなと思ってから ZOZO タウンとかでずっとチェックしていて、実際に良さそうだなと思ったものを店舗で見て試着していいと思ったものを買ってきてます。やっぱりね、試着をしてみないと自分のスタイルに合ってるかどうかとか、色もね、自分の肌の色に合ってるかっていうのがわからないので、私は必ず店頭で実際に物を見て買うようにしています。で、まず買ってきたものが1着目こちらです。私の大好きな山田屋の黒のロングコートですね。もうこれはね、インスタでもご紹介したんですけど、年末にセールになってたので買いました。これはポケットにファーがついてるんですけど、これって今年すごく流行ってますよね。もしこの流行りがなくなったとしても、その後使えるようにここが取り外しができます。そう、それがまたいいなと思って気に入りました。そう、しかも結構細く見えますしね。そう、細見えが大事だから。このコートのまたね、いいなって思うところが、しまった、私下にちょっとごめんなさい、下も黒いワンピース着ちゃってるから分かりづらいんですけど、ここにスリットが入ってるんですよね。このスリットがもう味噌でもこんな格好で言うのもなんですけど、このね、スリットが私はすごく気に入りました。で、もう一つ私がいいなって思ったところがこれです。ベルトでも何でもなくて飾りでついてるんですよね。もうくっついちゃってる感じで、これはめっちゃいいと思って、ここがね、私はもうすごく可愛さを感じました。そう、このちょっとが嬉しいんですよね、これね。そう、このコートはちょっと丈が長いんですけど、パンツでも長いスカートでも合います。で、中に今着ているのがユニクロのワンピースなんですけれども、これ結構長めの膝丈のスカートなんですけど、隠れますもんね。これはかっこよく、さらに女らしく着られるコートだなと思って。そうだ、首元が、これはノーカラーですごくスッキリしています。なのでこんな感じでストールを巻いたりとか、もうどんな色でも合いますよね、黒だからね。スヌードとか、もう好きな、なんていうんですか、ストールとか首巻きっていうんですか何首巻きって、何でも首に巻きます。ノーカラーだからこそこの小物とかも使いやすいですね。なのでこんな感じで、はい。で、次がこちらです。これはアーバンリサーチロストのコートです。今年はベージュカラーっていうんですかね、少し明るめのカラーのコートが欲しいなと思ってて、でさらにね、こういうフードっぽいのがついてるタイプのコートが欲しいなと思ってたんですよね。で、色はベージュって決めてたんですけど、ベージュのカラーっていうのはすっごくいろんな色があって、人それぞれ合う色合わない色っていうのがあるんですよね。もうこれはね、ネットとかではわからないので、良さそうだなと思って店頭に見に行って、また違うなと思って探してっていうのを結構繰り返してたので、これを見つけるまでに時間がかかりました。そう、私もなんかちょっとうるさくて、色にね、本当はもうちょっと白っぽいっていうんですかね、もう少し明るいベージュもいいなと思ったんですけど、やっぱり汚れが目立つっていうのが欠点なのでね、白とかでもすごく可愛いんですけど、着ると本当は白とかが欲しいんですけど、やっぱりすぐ汚れてしまうので、少しダークな色っていうんですかね、ピンクベージュの少し濃いめみたいな色を買いましたすいません、顔映ってないですけど、これはもう本当にレディードが上がるようなハイコートですね。これは本当に頑張って探しただけあって、
すごく気に入ってます。はい、で3着目がダウンジャケットで長めのものが欲しいなと思ってて、それも ZOZO タウンでめっちゃ探しました。本当にZOZO タウン様々ですよね。もうすごく探しやすい。で今回ですね、すごくいいものを見つけました。それがこちらです。これはアンディコールというお店のダウンです。で私アンディコールっていうお店も好きで、ちょくちょくお店を覗いたりするんですけど、このダウンジャケットがすっごく軽くて、ごめんなさい顔見えてないんですけど、持ったらもうわーってなって、それだけでちょっとなんかテンションが上がっちゃって、やっぱりね年取ると本当にカバンもコートも軽いのにしたいんですよね。本当にもう極力体に負担をかけたくない。だから軽いっていうのはもうすごくありがたくて、でまだまだね私これすっごくこだわりがあって、もうすごくいいなと思ってるところがたくさんあるんですけれども、いいです、説明しても。はい、まずはですね、ここにゴムが入ってるんですよね。なのであったかい、もうね風もキャッチですね。これがすごくいいなと思って、で、まあ、首元のここの感じも私の顔でもちょっと小顔効果になりますよね。ここの大きな襟があるおかげで、このアンパンマンもちょっと小顔に、はい、見せてくれます。なんか玉が乗ってるみたいになってるけどそう、だからこのここのねカラーも好きだし、でこれねカラーがネイビーなんですけれども、このボタンがゴールドなんですよね。このゴールドっていうのにまたね高級感が増しますね。このねまたネイビーにゴールドっていうのがすごく可愛くて、でまだあるんですよ。これねもう最大級に一番気に入ったところですね。もうすいません、もうすごい語っちゃう。ここと裾に絞りがあるんですよね。絞りって言っていいのかわかんないんですけど、絞れるんですよね、ウエストと裾が。なのでスタイルアップです。そう、ウエストのところがマークできるっていうのは本当にありがたい。下ももちろんそのままでも可愛いんですけど、ちょっと絞ってあることで可愛さがプラスされると思いませんかね。そう、ちょっとね可愛い感じになるんですよね、裾を丸くするだけで。それがすごく私はね気に入りました。でしかもダウンジャケットって割と短めが多いんですよね。でも長すぎると今度サッカーのマネージャーとかみたいになっちゃうから、ちょうど膝ぐらいの丈で探してましたうるさい私いやこれは本当にすっごく気に入ってます。もう軽いし、あともう一つダウン 90%、すっごくあったかいです。これからねまだまだ寒くなりますので、このダウンジャケットはすごく活躍すると思います。はい、ということで私がですね今回のセールで購入したアウター3つを紹介しました。以前ね紹介したアウターは少しね整理しようと思ってます。本当にこれから着るかとか、私に本当に合ってるかっていうのを確認してから、きちんと整理していこうかなと思います。はい、ということで今日もご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。